皆さん、こんにちは。がんや心臓病、脳卒中などの原因になる糖尿病は、食事の内容によって大きく罹患率が異なるということが分かっています。どのような食事が糖尿病の発症を高めてしまうのでしょうか。そこで今回は糖尿病を招く危険な食事についてご紹介します。1. 増え続けている糖尿病。日本では糖尿病がある方が増えていることが問題になっています。糖尿病は目や腎臓、心臓や脳血管など以前から関連があると言われていた合併症のほか、最近ではがんや歯周病など糖尿病以外のさまざまな病気とも関わると言われています。さらに糖尿病性腎症は特に医療費のかかる人工透析の原因になることから重症化予防が大きな課題と考えられています。2. 糖尿病を招く危険な食事とは。1. 炭水化物のみの食事。ラーメンに限らず炭水化物の過剰摂取が習慣的になっていると膵臓が疲弊してインスリンの出が悪くなってきます。うどんのみ、そばのみ、ラーメンのみという取り方をやめましょう。パンのみ、おにぎりのみという取り方もよくありません。なぜかというと、食べ物が消化・吸収された後、糖質は 100% 血糖に変わり、タンパク質・脂質は血糖に変わらないのです。糖質は摂取直後から急激に血糖値を上昇させ、2時間以内にほとんど全てが吸収されます。一方、タンパク質・脂質は血糖値に影響を与えないのです。2. 菓子類も注意。菓子類のほとんどは炭水化物です。例えば、醤油せんべい。原料は米のため、でんぷんがしっかりと含まれています。甘いお菓子を食べ続けて、次から次へと体に糖分を取り込むと、インシュリンの調節機能が麻痺することがあります。そうすると、ブドウ糖はどんどん血液に流れていって、血糖値が上がり、糖尿病になってしまいます。和菓子は比較的エネルギーが少ないと思っていたり、せんべいは甘くないからエネルギーが少ないと思っている人もいますが、実際はほとんどが高エネルギーなので注意が必要です。3. 糖尿病になりにくい食事とは。野菜、海藻、玄米、麦ご飯、きのこ類などから食物繊維を積極的に摂りましょう。主菜を摂りすぎる場合が多い方は、おかずの量に注意してみましょう。ゆっくりとよく噛んで食べる、ながら食いをしない、野菜などの低カロリーなものから食べるといった工夫をして食べ過ぎを防ぎましょう。中でも食物繊維は小腸での糖の吸収を遅らせて血糖値の急激な上昇を抑える働きがあります。野菜や海藻、豆類、キノコなどに豊富に含まれているので、これらの食材を積極的に取るようにしましょう。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。